イーサー・アンパードは、イングランド・エクセター出身のサッカー選手。ベネツア FC 所属。ウェールズ代表。ポジションは DF。地元クラブである、エクセター・シティ FC で育成された。2016年8月9日、リーグカップ1回戦のブレントフォード FC 戦に、出場、トップチームデビューを飾った。この時わずか15歳10ヶ月26日で、87年ぶりに、 クラブの史上最年少出場記録を更新した。一週間後には、リーグ2のクローリータウン FC 戦に出場。2017年7月1日、チェルシー FC に移籍。9月20日、リーグカップのノッティンガムフォレスト FC 戦で55分に、セスク・ファブレガスと交代し、移籍後初出場。クラブ初の2000年代生まれの選手であると同時に、 過去10年におけるクラブ最年少出場記録を打ち立てた。12月12日、ハダースフィールドタウン FC 戦で80分から途中出場し、プレミアリーグデビュー。2019年7月22日、RB ライプツヒにレンタル移籍した。2020年9月7日、シェフィールドユナイテッド FC にレンタル移籍した。2021年8月31日、 チェルシーとの契約を2024年6月まで延長した上で、セリエ A に昇格したベネツィア FC にレンタル移籍した。アンパデュ自身はイングランドで生まれ育ったが、父方の祖父はガーナ出身、同じく祖母と父はアイルランド出身、母はウェールズ出身である。このような出自からイングランド代表、アイルランド共和国代表、 ガーナ代表を選ぶこともできたが、最終的に、ウェールズ代表を選択した。2017年5月26日、16歳で、ワールドカップ予選のセルビア戦を控える、ウェールズ代表に招集された。11月のフランス戦とパナマ戦で、再び招集され、11月10日のフランス戦で63分に、ジョー・レドリーと交代しフル代表デビュー。ありがとうございます。